こんにちは、アスカです。今日は今年ラストということで、2020年の自分の成長記録を動画にしてまとめてみました。約1年前ぐらいにこの超人計画の YouTube を立ち上げて、最初にこの動画を出したと思うんですけど、これは立ち上げた時点での自分のトレーナーです。自分は大学からブレイクダンス始めて、で大学卒業してからは約2年間自分はアクロバットとあとはエアーを集中的に練習していて、で2019年にこのトレーラー作ったので、大体このトレーラーは多分歴2年から4年ぐらいの時のまとめの動画になってます。でまた今年から本格的にパワームーブを始めたので、2019年のトレーラーよりはだいぶレベルは上がっていると思います。でこんな感じで、この超人計画名前の通り、普段はレクチャー動画をメインでアップしてると思うんですけど、名前の通りまだまだ自分も成長していく予定なので、また来年もこの超人計画の YouTube を楽しみにしていてください。ではどうぞ。
at my bedroom